これがお前の冒険団？いいな、賑やかで人のぬくもりがある。まあ俺はベニー冒険団の団長ベネットだ。俺を仲間に入れてくれないか？頼む。周りを探索してみないか？もしかしたらお宝が隠れてるかもしれないぞ。他の人と一緒に冒険するのは久しぶりだ。行こうぜ。待ってるだけじゃダメって言うだろ。ま、運に恵まれない俺はどこに行っても同じだけどな。俺が冒険に出かけるときはだいたいこういう天気なんだよな。あんま俺に近づかない方がいい。雷が落ちてくるぞ。今日は天気いいな。ああまずい、こう言ったらだいたい雨が降るんだよな。風で飛んできた石に頭をぶつけないよう気をつけろよ。おはよう。今日はどこで冒険するんだ？サンドイッチを持ってきたが食べるか？半分こして。うん、うん、うまい。悪い、喉に詰まった。一緒に親父たちの話を聞きに行かないか？ベテラン冒険者たちの話は面白いぞ。もう行くのか？お前と一緒に冒険できて楽しかったよ。また次も呼んでくれよ。俺がベニー冒険団の団長でモンドの冒険者協会を復興する希望の星だ。何？他のメンバーを見たことがない？ああ、最近休んでるんだよ。俺の噂話なんて大したことないよ。歩いていたら狩人たちの掘った穴に落ちたり、突然倒れてきた木に押しつぶされたりしただけだ。こんなの普通だろ？ダメだ、ベニー冒険団はとっくに満員だぞ。他にもいい人材がたくさんいるのに、疫病神の俺に声をかけなくてもいいだろ。これからは俺がおとりや罠解除の担当で、お前が宝物を持って帰る担当な。え、ダメなのか？大丈夫だ、俺は慣れっこだから怪我の心配はすんな。それにお前のためなら俺は喜んでやるぞ。なんでお前が俺を仲間にしたか分かったぞ。お前は俺と同じリスクに身を置く快感が好きなんだろう。冒険はリスクがあるからこそハマるよな。俺みたいな疫病神でも神に認められるとはな。神が俺を諦めてないんだ。俺も自分を諦められるわけないだろう。機会があったら俺と一緒にモンドの夜景を見に行かないか？モンドの明かり、そしてシードル湖に映った月がすごく綺麗でさ。どこで見たかって？この前竜巻に巻き込まれて高いところまで飛ばされてさ。ん？行きたくない？おお、わかった。キャベツが好きなんだ。平凡な食材に見えるけど料理によく使われるだろ。いろんな場所で栽培できて様々な食材と合うし、味の邪魔もしない。うん、平凡もいいもんだよな。バーバラは歌とダンスが得意だぞ。冒険がうまくいかない時は彼女のステージを見て観客たちと一緒に応援すると気分が良くなるんだ。不思議だろ？多分これが彼女が人気ある理由だろうな。俺も団長として人気だったらいいのに。あの子は可愛いけど距離を置かないといけない。一緒に遊んでるとクレーの爆弾が急に爆発するんだ。俺は別にいいけどクレーが怪我したら大変だ。騎士団を敵に回すことになる。彼女は異世界から来た断罪の公女ですごいんだぞ。何回も彼女の故郷に行って冒険したいと言ったが、その話になるといつも話題をそらすんだ。きっとすごく危険な場所だから俺を心配してるんだと思う。ジン団長に冒険者協会への支援を要請しようと思うんだが、どう話せばいいかわからないんだ。冒険者協会は騎士団みたいにたくさんのルールがないし、
俺も親父たちもこんな感じだからな。こういう態度で陣団長と話すのはダメだよな。騎士団の敬礼でも覚えた方がいいのかな。名実ともにある大団長は俺の憧れなんだ。セピロス騎士団を率いてるなんてそれだけですごい人だろ。でもよく考えると冒険団が大きくなりすぎるのも良くないよな。冒険団が忙しくなると親父たちの世話ができないからな。やっぱり今のままの方がいいや。ホウロウ寮の男の子か。一見怖そうに見えるし口数も少ないけど面白いやつだぞ。俺もあいつも肉が好きだからな。俺が肉料理を作って食べさせると狼の言葉を教えてくれるんだ。今度お前も一緒にどうだ。ああ、思い出したぞ。あの女の子はいつも全力疾走って感じがするよな。よく街の外へ冒険に行ってるらしいから俺と一緒だな。でも道中で鍋を見つけると黒い煙とともに何か焦げた匂いがしてくるとか。まさか彼女も運に恵まれないタイプか。彼女のことは俺も長いこと注目してきたよ。彼女は才能があって努力を惜しまないけど騎士団では正式な騎士ではなくメイドとして働いてるって言うんだからもったいないと思わないか。冒険者協会に来てくれたらすごい冒険者になるかもしれないのに。何？俺のことを知りたい？俺は運に恵まれない普通の冒険者だよ。お前が経験してきたことと比べたら全然話にならない。親父たち、俺はモンドのベテラン冒険者たちをそう呼んでる。あいつらの話だと俺が赤ん坊の頃とても危険な場所に捨てられていたが親父たちが拾ってくれたらしい。不思議だろ？俺は不運なのに誰かに拾われて今まで生きてこれたなんてまるで奇跡だよ。見抜かれたか。そうだ、ベニー冒険団はかなり前から俺一人だよ。俺は疫病神だからどんなに簡単で安全な冒険でも危険にさらされることになる。誰もそんな団長にはついていきたくないんだ。お前もそう思うだろ。俺の不運は生まれつきでもう慣れっこだよ。考え方を変えてみると不運もいいことだぞ。だっていつか俺は不運のせいで死ぬかもしれない。だから俺は生きてるうちにいろんな場所を冒険したいしいろんな人と知り合いたいと強く思うようになった。でないとお前と知り合う機会もきっとなかっただろう。いつの間にか長い時間お前と一緒にいるんだな。実は俺には夢があって、モンドの冒険者協会が七国で最も立派な協会になったら俺はテイワット大陸を周遊したいんだ。ベニー冒険団は最強の冒険団になって俺たちは偉大な冒険者になる。いつの間に入団したことになったんだって？まあまあ細かいことは気にするな。何でも好きだけど一番はやっぱ冒険だな。いつか世界一のお宝を見つけたい。そしたら親父たちにいい暮らしをさせてやれるしモンドの冒険者協会も賑わうだろ。あえて言うなら特別ついてない日は気持ちが沈むかな。例えば冒険の収穫がなかったとか親父の持病がまたひどくなったとか。でも寝たら忘れるから悩みというレベルでもないよな。新しい一日には新しい始まりがないと。肉だ。肉は一番元気が出る食べ物だよな。キノコ焼き鳥、ステーキ、それと鶏肉のスイートフラワー漬け焼きが俺の得意料理だ。俺と一緒に冒険すれば腹が空くことはないぞ。冒険者は好き嫌いしないと言うけど辛いものはあまり得意じゃないんだ。例えば絶雲の唐辛子とか
食べると息が荒くなって呼吸まで辛くなった気がするし、絶対に腹を下すよな。こういう悪魔みたいなものは一体どうやって生まれたんだか。すっげー幸せあ、まさかこれって当分の運を使い果たしたってことなんじゃ。何を作ってもうまいなんてさすがお前だな。しまった、腹が痛くなってきた。誕生日おめでとう。新たな一年が最高の幸運に恵まれますように。安心しろ、不運は伝染しないぞ。俺がいる限り不運はお前の方に行かないからな。全ての力が上がった気がする、運以外なこれでまたお前に一歩近づけたな。まだまだ頑張るぞ。これほど強い力を手に入れてお前にはどう感謝したらいいんだか。そうだ、すごいお宝が隠されてる秘境を知ってるから一緒に冒険に行かないか。お前のおかげで今の俺は他人を守る力を手に入れた。これでみんなは俺のことを見直してくれるはずだ。あの疫病神で傷だらけだったベネットが頼もしい冒険者になったってな早くそう言われたい。